モリアーティ教授です。今回は Core i3 のパソコンをみんな大好き魔改造で Core i5 にしようと思います。前回 Core i7 に改造した時に Core i5 が余ったのでドミノ移植です。改造するのは富士通ライフブック AH54/EN です。このマシンは第2世代 Core i3-2330M2.2GHz が乗っています。交換する CPU は第3世代 Core i5-3210M2.5GHz です。サンディブリッジから IB ブリッジだけど、 YouTube とか見ようたら大体成功してるからいけるじゃろ。交換前のシネベンチ R15 のスコアは179です。シネベンチ R20 のスコアは390です。ネット見たりするくらいなら普通に使えるんじゃけど、もう少しパワーが欲しいところです。交換はネジを外してテープのカバーを取り外します。ハードディスクや SD カードも抜いておきましょう。僕は SD カードを抜き忘れてました。ヒートシンクがネジ3つで止まっているので緩めます。グリスはカピカピになっているので溶剤を駆使して落としました。ソケットの固定ネジをマイナスドライバーで回転させ CPU を取り外します。外れる時の音が好きなんだよな。 CPU を交換します。この頃の富士通パソコンはソケットタイプなので CPU を交換できます。簡単にパワーアップできるのが良きです。クリスはいつもの MX4 です。ヒートシンクを戻します。ついでに汚れのすごいファンも清掃しておきます。まあまあ綺麗になりました。テープカバーを取り付けて早速動作確認です。電源押します。全く画面がつきません。ナムロックランプが点滅ショール。第2世代マシンに第3世代は動きません。失敗です。バイオスの問題だと思うのですが、森の技術ではどうしようもありません。ワンチャン動くと思ったんじゃけど、落胆しつつ元の CPU へ戻します。もう解説する気力もありません。どうやって戻したかわからないですが元に戻りました。これで壊れてたら泣きますよ。電源押します。バイオス来ました。壊れてなかった。よかった。今回は完全に失敗しましたが、第2世代の上位 CPU ならいけるんじゃね。いけたらいくレベルでそのうち試してみるよ。